チャグラで飯代稼ぐで。金ないからな。休み前にええもん食いたいんや。3,000円負けたわ。3,000円負けたわ。飯代返せ。チェス。チェス。3,000円負けました。すいません。ありがとうございます。で、しばらくちょっと動画撮ってなくて、ちょっと忙しくてね。っていうか、家の何も揃ってないよ。ベッドもないよ。冷蔵庫もないよ。夜間もないよ。何もないよ。だからとってもなーって思ってて。で、スロット行って3,000円負けて。けどお腹は空くやん。食べへん言うてもお腹空くやん。久しくちょっと動画撮ってなかったんで、動画撮る前に食べちゃいました。ごめんなさい。ということで、今日のギャンブル負け飯、オリジンの半額で60円の梅干し弁当、梅干しおにぎりと、半額で60円のオリジンの昆布おにぎりと、あら贅沢。これまたオリジンの半額の、見えるかな ?74 円のなんか上に唐揚げが乗ってるおにぎり。締めて209円でした。美味しかったです。っていうか、昨日もオリジンの梅干し食べたんよ。おにぎり、半額のやつ。で、今日気づいてんけど、その梅干しのおにぎりの中に種が入ってるんよね。種が。種が。ただ昨日めちゃくちゃ腹減りすぎて、まあ俺歯ないから、知らん間に種ごと食べてました。っていう話。ではまた、次回。